イリアミハイロビチ・フランク、10月23日、ペテルブルクから1990年6月22日、モスクワはソ連の物理学者。1958年、チェレンコフ効果の解明によって、パーベル・チェレンコフ、イゴール・タムと共にノーベル物理学賞を受賞した。フランクは1930年にモスクワ大学を卒業した。1934年に、 チェレンコフが高速で運動する家電粒子が水中で光を放射することを発見するとフランクとタムはその現象を理論的に説明した。それは粒子が透明な倍出中をその倍出での高速度より速い速度で運動するときに起こるというものだった。この発見は高速の素粒子の検出と計測のための新しい手法の開発につながり原子核物理学の発達に寄与した。 フランクの功績は他にチェレンコフ及びタムトの電子放射の研究などがある。フランクはまたガンマ線と中性子線の研究を専門とした。彼は1944年にはモスクワ大学物理学部の部長となり、1946年にはロシア科学アカデミーの会員となっている。ありがとうございます。